皆様こんにちは。8月の19日午後12時7分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週明けでございますね、月曜日の配信を行っていきたいと思います。皆様、いかがお過ごしでございましょうか？気分が落ち込んでいらっしゃる方、いらっしゃいませんか？大丈夫でございましょうか？お盆休みもね、長い長いお盆休みも、明けての週明けということで、仕事が始まる嫌だなと思ってらっしゃる方もまあたくさんね、もしかしたらいるかもしれませんけれども、まあ元気よく行きましょうよと。夏がね、終わったら秋が来て冬が来てと、そしてみんながねまたこう楽しい楽しい、年末クリスマスが来ますから、そこをめがけてパワー満タンでやっていきましょうということでよろしくお願いいたします。まあね、連休明けの一発目の仕事は、どうしても気分が落ち込む、そういった方もまあやっぱりいらっしゃるのかなというふうにはね思うわけでございますけれども、考えていたって、日常は変わらないということでね、気分よく晴れやかにやった方が、それ毎日が楽しくなるでしょうということでよろしくお願いいたします。で、行きましょう行きましょう。まず今ね皆様が見ていただいているのがビットマン TV のね X の方になりまして、昨日もねちょこちょこポストにしたわけでございますけれども、まずはこちらね、ダブルパンティーはしないと。ダブルパンティーって何なのかという話なんでございますけれども、ダブルパンティーっていうのはね、まあダブルパンティーの上、当然トリプルパンティーとか、そういったものもあるわけでございますけれども、ダブルパンティーっていうのは何かっていうと、メンタルマネージャーの必殺技でございますね。同時に2ポジション取ると、それを私たちの世界ではダブルパンティーというふうに言っております。同時に3通貨の先物のポジションを取る、これをトリプルパンティーというふうに言いますからね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうダブルパンティーはしないということで、ビットマン TV もね、ビビりながらでございますけれども、当然でございます、先物取引をねまあしていると。でまあね、動画の中でもほら先物のねまあ話はちょこちょこしているわけでございますけれども、ビットマン TV もまあ本当にやってんのかというふうにねまあ思う方も当然いらっしゃるかなというふうに思って、ちょっとこう気分をね、まあ一転してというふうに言っていいんでございましょうか。まあ、ちょこちょこは普通にやってるよと。まあ、当然ね、こう、毎日毎日、昔はね、まあ、昔はですよ。なんかもう、ポジ病みたいな感じになっていて、やっぱりこうね、どこでもかしこでもポジションを取らないといけないみたいなね、わけわかんない病気が、やっぱりこう、発症はしていたわけでございますけれども、まあ、それもね、まあ、落ち着いて、まあ、当然落ち着きましたよ。落ち着いてね、ある程度自分がチャンスだなというふうに思えるところで、まあ、こう、落ち着いて、こう、入れるという技を身につけましたから、ポジ病から、脱出したビットマン TV ということでね、まあ、ここ見ていただいたらわかるように、この緑のね、棒がポンポンって、ポーンと立っていて、ちょんちょんってなってると思うんですけども、緑のやつですよ。これが、まあ言ってしまうと、まあ先物取引でね、まあ利益が上がった、ところでございましょうと。で、一応これね、1ヶ月間、ビットゲットさんで先物取引は基本的にはやっているので、ビットマン TV もね。だから、1ヶ月間に、どれくらいかな、動かす先物、まあポジションを取ったりして、まあすぐね、ポジションを取ってすぐ閉じることもあるんですけれども、なんかこう、お小遣い稼ぎみたいな感じでね、スキャルピングをやってみたりとか、まあするわけでございますけれども、まあ、そういったところのデータもまあここで全部載ると。で一応ビットマン TV この1ヶ月間のまあ1ヶ月間7月のそれこそ20日ぐらいから昨日ぐらいか、だから8月の19日18日19日あたりぐらいまでのまあデータなんですけれども、まあ1ヶ月間でねまあ3回ぐらいポジションを取って、ポジションを取った時、これね、ポジションを取ってクローズした時の収益が全部載るんで、まあ言ってしまうとポジションのね保有期間に関しては載らないのかな。だからポジション取ってクローズした結果が多分これ乗ると思うんで、だからここほら緑でボーンとね、緑でボーンと、あれですよ、立ってるでしょ？陽線みたいなのがね、緑でボーンと立ってると思うんですけど、一応この前段階ではポジションは取っていた状況、ポジションを取ってクローズした結果がここに乗っているようなね、まあ状況になってるのかなというふうに思いますから、まあそういった形。だから、まあポジションを取ってクローズしてというのを、まあ1ヶ月間でだいたい3回ぐらい。だから、どうかね、1回にそのポジションを取って、だからそのすぐ決済する時もあるんだけれども、さっきみたいに前はねスキャルピングとかパン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 頻繁にやっていたけれども、今はこう結構ポジションを取ってからちょっと様子見をする期間、何日間かこう渡って、ポジションを取っているっていう期間がね、多いので、まあクローズしたのがまあ3回というところで、昨日に関して言うとちょっとこうスキャルピング的な感じでね、レアっていう通貨かな、あれのショートポジションを取って、まあ利益がだいたい400ドルぐらい上がったよという感じね。だから1ヶ月間でまあどうかね、損失が出る時も普通にね、あるけれども、特にほら大会とかね、トリチョの大会とかやっている時は損失が出たりするんだけれども、大体こうね、まあ1ヶ月あたりで30万ぐらいから40万ぐらい稼げればね、まあビットマン TV 的にはまあ御の字かなというふうに思っている。例えばこう100万、200万とか、まあそれ当然ね、目指してはやってはいるんだけれどもね、なかなかこうストレスの溜まるトレードをするのが嫌だなというのはビットマン TV、私自体は思っているんで、結構こうね、チャンスになりそうな時であるとか、例えばビットコインとかだったらね、急騰急落をした
後ですよ。だから今みたいに、ちょっとこう、もじ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 した動きでね、どっちに行くかもわかんないような状況ではなかなか取りたくないので、だからそういった形で、まあ、ポジションを取る、まあ、日というかね、タイミングをある程度見計らっていますよ。取るときは結構急騰急落をした後ね、その時が結構やっぱり多いかなっていう感じ。特に、まあね、やってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、アルトコインとかはね、なんかほら、まあ、わかりますでしょ？こう、ね、なんかわけもわからず、ボン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 急騰してるものも、やっぱりこう、今の試合の中ではあると思うんですけれども、やっぱりこう、結果的にどうしてもビットコインにね、やっぱりこう、釣られて落ちてきたりする側面も高いと思うんですよ。だから、その、単独でバン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 上げているアルトコインなんかはね、まあ、天井がどこかはわからないけれども、やっぱりショートは打ちやすいのかなと。だから、一回ぐーっと上がっていって、上のヒゲをつけてちょっと押し戻されて落ちてきたあたりで、まあ、ショートポジションを引っ掛けて、例えば、ヒゲをね、上の、まあ、上端でつけたヒゲを食い散らかすレベルで上昇していったら、もうそれも損切り対象になるでしょうから、まあ、そこで損切りをしていくっていう。まあ、だから言ってしまうと、エントリー場所もある程度、まあ、わかりやすいというか、エントリーもしやすいし、損切りもね、まあ、やっぱりしっかり、まあ、ここははっきりわかりやすいでしょ？損切りは、ヒゲを抜けていっちゃったらまだ続伸する可能性がありますから、損切りはしっかりそのラインで入れていくとかね。そういった形でしていくと、全部が全部 100% うまくいくわけじゃないんだけれどもね。ある程度、ショートで利益が取れていったり、まあ、する、相場環境には当然今あるのかなというふうに思いますから、まあ、昨日はね、レアという通貨で、なんとかショートで、まあ、400ドルぐらい、そこまで多くないんですけどね。日本円で言うと5、6万円ぐらいかな。それぐらいで、まあ、利益が取れたということで、まあ、よかったと。で、あとはね、まあ、先物関係を、で、やっちゃいけない時ありますから、これ何か、やっちゃいけない時の代表格が、お酒を飲みながら見る。これ絶対やめた方がいいですね。間違いなくこれはね、やめた方がいい。お酒を飲みながら、先物やろっかな、みたいなことをやっちゃうと、これね、やられちゃいますから、そこだけはね、鉄則。あとは、ビトマティビ的によ。あとは、あれ、仕事中とかね、あまりやめた方がいいね。だから、そう、仕事中に、例えば、スキャルピングレベルのポジション取るなんて、もうこれはね、仕事が手につかないから、だからもし仕事中とかにポジションをある程度持っておきたいなと思うんだったら、さっきもビットマンTVが言ったように、結構長めのスパンで考えていくような、ポジション取りがね、まあいいかなと。例えば玉量を減らして、ある程度の方向感こっち、そうだよねって思う方向にポジションを取って、ちょっと長めに保有する気で、ポジション量を調整していくっていうのがまあいいかなというふうに思いますからね。まあそこは、一つ意識しておいてください。スキャルピングレベルの玉量でぶち込んでいくと、もう仕事が手につかないどころじゃないですから、もうね、常に携帯を横に持っておかないと無理みたいなね、状況になりますからね。そこは意識しておきましょう。で、あと最後の一つ。これはビットマンTV結構、ビットマンTVだけかな、結構心がけているんだけれども、もうポジションをクローズしたものはまあ見ない。特にアルトコインの FX、先物関係に関しては、ポジションクローズしたものに関して見ちゃうと、これわかりますでしょ？だから、例えばこれもそうなのよ。だから昨日ね、レアという通貨、アルトコインでね、まあ、ショートポジション取ったんだけれども、0.31 ドルぐらいでショート取ったのかな？ショートポジション構築して 0.31 で。で、0.3 ドルで決済したんですよ。だから、0.01 ドルで、まあ、利益確定。だから4万枚ぐらい、レバレッジかけて4万枚ぐらい仕込んだんで、まあ、そういう意味で言うとね、その利益がまあ上がったわけでございますけれども、そっからまだ続落していったんですよね。ショートポジション取っていったんで、続落していったんですよ。だから、もし持ってたらね、利益がわーもっと広がったんで、確かそう思う。んで、ショートの決済ちょっと早すぎたかなって思ったんでございますけれども、まあ、そのね、ショートの決済が早すぎたなで、まあ、いわゆる、勉強のためにね、ちょっとこう、またまたこう、なんであんなに早く、まあ、ほら、利益を拡大していくためには、ちょっと我慢をしておかないといけないところもあるんだけれども、なんですぐショート決済しちゃったのかなと、その勉強のために、まあ、見る分にはいいんだけれども、うわーうわーみたいな、まあ、利益がもっともう3倍、4倍に伸びてたのにって思いながら見ちゃうと、これはもうね、わかりますよね。魔界への入り口にもう立ってますから、よろしくお願いします。魔界への入り口には絶対立っちゃダメですからね。だから、そういった意味で言うと、もうプラスで終わったんだろう、御の字。もう本当に御の字ぐらいのレベルで思っておいた方がいい。負けないために、どうするかっていうのを考えないといけないんで、特に先物関係でね、ポジションクローズしたものに関してはあまり見ない方がいいですよっていうのはね、お伝えさせてください。まあ、ビットコインとかは見るけどね、普通にビットコインとかはもうほら、キングですから、ビットコインの先物関係をやったらまあこれは見らざるを得ないんだけれども、例えばこう何かしらお宝通貨を見つけて、アルトコイン関係で勝負してみたいなっていうのを思う方いらっしゃると思うんですけれども、その後にね、利益が上がった後に見ちゃうと、これはもうね、さっきも言ったように、魔界への入り口、ドアノブに手かけてますからね、よろしくお願いいたしますよ。そこは注意でよろしくお願いします。飛ばないことがね、やっぱり重要でございます。で、まあ、この3件に関しては、もうロングポジションじゃないです。もうショートで稼げていけるよねっていう今、まあなんかね、こう、地合いの方向になってますから、もうすべて3つともショートインで、まあ稼いでいったと。まあ、今1ヶ月間で45万ぐらいですから、まあ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 いいんじゃないんですかっていうところでね、まあ収めさせてもらいました。よろしくお願いいたします。で、まあ、またね、今まあ、ノーポジションですよ。ノーポジ状態。まあ基本的にはビットコインでね、先物をやることが多いんで、アルトコイン関係は、あんまり手はつけないんですけれどもね、昨日はちょっとこう珍しく、アルトコインで、まあ勝負をしてみたビットマンTVでございました。で、あと一つ
よろしいでしょうか。私の先物関係の話は以上で、あと一つがこちらね、ビットコインドックス、はい、ビットコインドックね、こちらのゼロドックトークンが8月21日にね上場するという話、まあ今、運営のね方でも X か、運営の X の方でも話がバンバン持ち上がっていますけれども、ちょっとねこれファントムウォレット、ファントムウォレットでビットマン TV もね受け取ろうと思ってたんですよ、このゼロドックトークンで。一応ね、このゼロドックトークンに関しては、あちらテレグラムの方でねビットマン TV が聞いたんですよ。聞いたら8月の21日いわゆるリストアップの日にこれゼロドックトークンが請求できるらしいので、なんかまだね請求はできませんで、今さっきサイトの方を見ても請求の手順は載ってるんだけれども、詳しいね、こういう風にしてくださいよっていうのもまだ更新はされてなかったんで、まだトークンの受け取りっていうのができないような状況で、そこに絡めてほら前ねビットマン TV はファントムウォレットで受け取りますよって多分言ってたと思うんですけど、ちょっとこれ変えた方がいいかも、うん、変えた方がいいかも。でこれなんでかって言ったら、まあ、ここにちょっと簡単に書いてるんですけれども、ビットコインのねタップルートアドレス、はい、タップルートアドレスっていうのがビットコインですよ。ないとそもそもまずこのゼロドックトークンが受け取れないんですよ。このタップルートアドレスっていうのがいわゆる BRC20 トークンに対応したアドレスなのかな、ビットコインの。だからタップルートアドレスにしないといけない。でタップルートアドレスにはまあ、できるんですよね。ファントムウォレットは、ファントムウォレットで設定というところに入ると、タップルートアドレスに変更しますかみたいなものが出てきますから、そこでタップルートアドレスに変更はできるんですよ。優先アドレスっていうところをね押していただくとタップルートアドレスが選択できますから、そこでまあ選択をすると。で受け取りはできるんだけれども、こっから後なんですよね。ちょっと問題は何かって言ったら、ほらつい最近ねビットコインドックの方で投票があったじゃないですか。何の投票があったかって言ったら、あれBRC20 トークンのまま、例えばね例えばじゃなくて取引所といわゆる上場交渉をするのか、もしくは BRC20 から、イーサリアムチェーンね、 ERC20BR から ER の方ね、 ERC20 トークンにブリッジをしてから、そこから自身でですよ、自分自身でね、そこから取引所に送ってくださいと。だから取引所の受け取りチェーンがおそらくというか ERC20 対応になってると思うんで、受け取りは BRC なんだけども、 BRC20 チェーンなんだけれども、いわゆる、取引所の受け取引所自体の受け取りは ERC になってるんで、自分で個人ウォレットでねブリッジをしないといけないという流れ、そこがいわゆるほら可決されたじゃないですか。どっちかの投票があったでしょ。 BRC のままこのまま突っ切るのか、そこで取引所の上場をちょっと長くなるかもしれないけれども待つか、ERC の方向に、ブリッジをしてから、そっちで話を進めていくか、取引所の上場早くなる、そっちの方が早くなるよという形でねやったわけでございますけども、その後者の方が、まあ、選ばれたわけじゃないですか。でそっからよね、だから問題は、だからタップルートアドレスで受け取り可能、つまり BRC20 では受け取り可能なんだけれども、そこから取引所に送るためには ERC20 に変更しないといけないんで、そこが問題なんですよね、ファントムウォレット。一応ね流れとしてはこれビットマン TV がテレグラムパイナポー TV というものをやっておりますから、この動画の説明欄の方にねパイナポー TV の、テレグラムの方ですよ。パイナポー TV の、リンクは載せておきます。今800名様ぐらいがいるのかな、参考人数様がね。で、一応ビットマン TV がこの流れ的に書いてます。ゼロドックトークンを BRC で受け取って、で、これは、ビットコインのね、タップルートアドレスで受け取れれば、その推奨ウォレット、OKX ウォレットであるとか、X バースだったかな、 X バースウォレット、あれが推奨されてるんですよね。で、ファントムでもだから OK と、ファントムもタップルート対応してますから。で、メタマスクはタップルート対応してないのかな、だからここでは受け取りが多分できないと思います。で、2番目ね、受け取ったトークンを、ERC にチェーンブリッジをしないといけない、自分で。で、取引所に、まあ、送ると。なんでかって言ったら、なんでブリッジをしないといけないのか。取引所の、受け取り対応が ERC 対応になってるはずですから。ERC 対応になっているから、ブリッジをしないといけないと。で、3番目で売るですね。極み即売りらしいでございますね。売るという流れになるわけでございましょうけれども。で、ここね、イーサリアムチェーンへの、最後書いてますよ。ただと。うん。ファントムで受け取っても、イーサリアムチェーンへのブリッジが、通貨が限定されてるんですよ。だから、ソルチェーンの通貨が、例えばですよ。ソルチェーンの通貨から、イーサリアムチェーンの通貨は、USD コインと USDT しかないみたいな感じなんですよね。だから、ここにもう画像で載せてますけれども、一応ビットマン TV のこれ画像ね。だからこういった形。ソルが、普通に純粋にソルから、これ左側の画像ですよ。下に、USD コイン。これ、イーサリアムチェーンの USD コインです。で、右側に、ほら、イーサリアムの受領額ってあるでしょ？で、イーサリアム選択しても、USD コインと、テザーしか出てこないんですよね。だから、これ、イーサリアムチェーンの、ゼロドックトークにブリッジできなくね？みたいなことになってるわけよ。だから、受領先が限定されてるんで、で、あと一つね、ここ下に書いてますけど、ファントムウォレットって、トークンをね、手動で追加ができない。これなんでかって、なんでかっていうか、例えば、
普通のウォレットだったらトークン追加ってあるでしょ？あれよ、コントラクトアドレスを入力すればトークンが追加できると思うんですよね。メタマスクとかもそうじゃないですか。だから自分が持っていないトークンとかでも、コインとかもね、自分が持っていないものでも、メタマスクとかだったら、コントラクトアドレスバーって入れたら、その通貨は表示されるじゃないですか。だけれども、このね、ファントムウォレットって、そのコントラクトアドレスを入力してトークン追加ってのができないんですよね。私自身で確認はして、できるのかな？だからそこがちょっと詳しい方、教えてほしいなって思ってるんですけれども、だから、それができないから、いわゆるじゃあどうするのトークン追加はって思う方いるでしょ。これ自動で検出して自動で表記されるんですよ。だから例えばファントムウォレットにジュピターをソルチェーンでね、ソルの、あれですよ、アドレスでジュピターを送金してもジュピターがパッと表示されるような状況になっている。だからアドレスは一緒だからね、ソルチェーンで一緒だから、例えば取引所からジュピターを、ファントムウォレットのソラナのアドレスに送っても、送られてきたらさっきも言ったようにジュピターは表示されるんですよ。自動で表示をされる。だからそういった意味も含めてね、だからトークン追加ができないんで、さっきも見たようにブリッジをしてもトークンが表示されてないから、これ無理。ブリッジはそもそも入金じゃないでしょ？チェーン変更だから、チェーン変更先の、ものが2つしかないってことよ。だから USDC とテザーしかないということだから、だからこれファントムで、まあ話長くなっちゃってますけれども、だからファントムウォレットで受け取りはできるんだけれども、いわゆる ERC20 のゼロドッグトークンに、いわゆるブリッジできなくね？みたいな。だってコントラクトアドレス入力してコインを表記できないから、これ無理くねって今なってるわけよ。だからこれね、ちょっとビットマン TV も話めちゃめちゃ長くなってますけれども、できるんだったらファントムウォレットで受け取りたいなと思うんだけれども、ちょっとその解決策がちょっと私自身もわかんないので、一応 OKX ウォレットで、まあ、受け取りをしようかなと。使ったことがだからないんでね、 OKX ウォレットは使ったことがないんでちょっと不安なんですけれども、でオール英語でしょ、オール英語だからちょっとやりにくさ感じるなって思うわけでございますけれども、一応 OKX ウォレットここを準備しておいた方がいいかなって思いますから、そこはねお伝えさせてください。よろしくお願いします。ファントムウォレットでね受け取ろうとは思ってたんだけれども、ちょっと OKX ウォレット推奨ウォレットの方がいいかなって思っているんで、ブリッジができない可能性がちょっとあるというところがね、ちょっとこうネックになっているんで、そこはね、注意しておきましょう。で、もしね、もしよ、いや、もしですよ、もし、解決策は一つかな？何かって言ったら、例えばファントムウォレットの、で、受け取っちゃったと、ね、ゼロドッグトークン受け取っちゃったと、で、だけどブリッジできないじゃないですか。だから、その後、受け取りはだからファントムでして、その後自分でブリッジができるところに、一回個人ウォレットに送らないといけないと思います。だから、どのみち OKX ウォレットか、あとは X バースウォレット、あっちが多分必要になると思うんで、どのみちどっちかは用意しておいた方がいいかなというふうに思いますから、そこはね、しっかり認識しておいてくださいよ。だから、ファントムウォレットで受け取って、それをそのまんま取引所に送ること、ゲートとか、MEXC に送ることが、できませんからね、チェーンが違いますから。だからそこはね、十二分に注意しておいてくださいということで、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう。注意喚起も含めてね、よろしくお願いいたしますよ。で、行きまーす。重要ニュースはお二つ。こちら、ちょっと冒頭長くなってしまいましたけれどもね、よろしくお願いします。まずお一つ目、こちら。はい。大きな動きがね、出てきそう。はい。タップして仮想通貨で支払う。とね、アップルが、決済技術の変更を発表ということでニュースに上がってきておりました。アップルがね、タップトゥーペイ機能での仮想通貨利用を拡大する可能性があることが明らかになりましたということで、まあこれは大きいでしょう。で、この動きはまあ iOS18.1 のアップデートと同時に行われると。で、近距離無線通信技術を搭載した iPhone の決済チップ。だから今までは Apple Pay 専用でそれがあったんだけれども、今後は、仮想通貨、に対応を、まあ、言ってしまうと広げていきますよっていうのがね、まあ、ここに書いてあること。で、ビットマン TV に Apple Pay ぶっちゃけ使ったことないんですよね。iPhone 使ってるんだけれども、Apple Pay は使ったことないというところ。で、まあ、だからね、どういった形になるのかっていうのはちょっと、まあ、楽しみなところでもあるんだけれども、まあ、決済範囲を広げていくよと。で、今回の決定は Apple が、ライバルのモバイルウォレット開発者を制限したとする、ヨーロッパ委員会の反トラスト法調査の後に下されたもの。同社は今後10年間の拘束力のあるコミットメントで、この近距離決済、近距離無線通信技術をオープン化することに同意することで多額の制裁金を回避したということですね。で、仮想通貨コミュニティにとってこの進展は iPhone のような、広く使われているプラットフォーム上でデジタル通貨をアクセスしやすく使いやすくすることで、より広範囲なデジタル通貨の採用につながる可能性があると。ただここね、アップル、もうね、お金取りたいマン TV ですよね。TV じゃないんだけれども、アップルは依然として関連費用をまあ請求すると。で、商業契約を要求する予定であって、厳しいセキュリティと規制基準を満たした開発者だけが、まあ、言ってしまうとこうね、アクセスできるようになるということだということですね。で、イーサリアムのレイヤー2ソリューションを低コストで高速なトランザクションを提供することで知られているソラナは、迅速な決済と最小限の手数料で際立っていて、モバイル決済の普及に向けた有力な候補となっていると。だから、このiPhone、だから、
ップルで、まあ、言ってしまったら払う、払える一つの通貨、ソルが候補として上がってくるかもねっていうところを案に言っているのかな。で、一方、イーサリアムのレイヤー2ソリューションは、手数料が変動するにもかかわらず、従来の決済システムよりもスケーラブルで、費用対効果の高い選択肢を提示。このシフトによって、主流技術とのシームレスな統合を目指す、ブロックチェーン間の競争が加速、取引における、まあ、言ってしまうと使いやすさと採用率が向上する可能性がありますよ、ということですね。だから、まあ、それこそ今ここに本当に名指しで載っておりますけれども、ソラナがね、ここ、対応する可能性があるかもしれないということでね、まあ、認識しておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、大きな動きが出ているでしょう。アップルが決済技術の変更発表ということ、ただそこに対してはね、当然お金を取りますよというところで、手数料関係も取りますよというところでございましょうか。一番最後に書いてあるのかな、アップルの手数料についてはまだ不透明な部分がね多いようだということで、まあ、手数料を取る可能性があるけれども、まあ、一つ大きな、ね、動きでございましょう。で、次いきます。次はこちら。はい、ビットコイン指標に強気シグナルが発生ということで、ビットコイン価格6万と600ドル突破を目指すと、また落ちては来てますけれどもね、一応まあ参考程度で見ておいてください。8月18日の週末に向けまして、6万ドルの回復を目指したと。一旦昨日6万ドル突破していきましたよね。うん、上から下に、コインテレグラフマーケットプロとトレビューのデータによると、ビットスタンプで6万と271ドルに到達。伝統的な市場のトレーダーが不在にもかかわらず、週末を通じて徐々に上昇、価格指標は今後の上昇ね示唆していたと。で、一応ここに載っている方のまあ言っていることね、あの一目均衡表を用いた、いわゆる雲ですよ、雲ね、雲のをメインとした、分析をしている人気トレーダーの方がまあ言っています。ビットコインが上昇するための重要な強気クロスオーバーを指摘。ビットコインはちょうど転換線を越えてロウソク足を閉じて、今は基準線の再ダッシュを目指していると、で、いうふうにコメントをしましたよと。で、だから言ってしまうと転換ラインが基準ラインを越えていくっていう流れになると、その後ね、まず一つ目ですよ、いわゆる三役好転ですよ。三役好転の多分これね、初動に入りかけてるんじゃねえかみたいな話を多分この人したいんだと思う。で、一応三役好転の話をしておきましょう。まずは基準ライン、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、転換ラインね、転換線というものが基準ライン、基準ラインを、基準線というものをまずは突破をしていく。で、その後に遅行スパンというものがあるんですよ。遅行スパンっていうものが、いわゆるね、あの今のロウソク足で作られている、価格が26日前の場所で表記がされている、これが遅行スパン、うん、遅れていく、いわゆるチャートですよっていう意味で遅行スパンね。だから遅行スパンが言ってしまうとロウソク足を突破していく、ロウソク足を突破していく。で、これが2役目、2役好転ですよ。で、3つ目がその後に最後に来るのが、言ってしまうとロウソク足が雲の上に、行く、雲の上に存在していくっていうのが、この3つが揃った時に三役好転っていう風に言われる。で、これは強い買いシグナルっていう風に言われるんですよね。で、その初動っていうのが一番初めに来るのが、さっきも言っているように転換線ね、転換線が基準ラインを超えていくっていうのがこれ一つ目だから、もし勝負をかけたいんだったらちょっと早いけれども、そうなんですよ、転換ラインが基準ラインを超えていったらちょっと、いい方向にね、あの初動として流れていく可能性があるなっていうところがわらわらと出てきますからね。ただこれ使えないのが何かって言ったら、使えない時があるんですよ。これ何かっていうと、もじ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 横ばい推移している時、横ばい推移をしている時は、いわゆる転換ラインが基準ラインを上に抜けたり下に抜けたりね、その動きがポン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 激しいんで、このあのいわゆる横ばい推移の時っていうのは、あのまあ、当てにはならないねっていう感じ、ちょっとトレンドが出始めそうな雰囲気が出てきた時はちょっとね、こう期待が持てるのかなと。例えばほら、転換ラインが基準ラインを下から上にブレイクするときに結構急角度で入っていっているとか、そういったときはいいのかなというのを思いますけども、まあ一応そこも含めて後でチャートで見ておきましょうか。三役好転のまず一つ目の条件が出てきそうな感じはしてるよねっていうところがね、これこの方言いたいのよ、おそらく。で、あと一つはちょっと端的に言いますけれども、マックD線ね、マックD線がゴールデンクロスを発生させているので、ちょっといい方向に流れていって三役好転の初動が出始めているんじゃないのかってことをね、おそらくこの方は言っているんだと思います。で、最後の方行きましょう。続いて、人気トレーダー兼アナリストのレッグキャピタルは、6万600ドルが週末の、終わり値で強気派にとって理想的なレベルであると再確認。6万600ドルを回復することで、価格は8月初めの6ヶ月ぶり、の安値への急落中に失った半減期後の再蓄積レンジを取り戻すことになると。で、それはまた再蓄積レンジ、の、以下、あ、ごめんなさい、再蓄積レンジ以下の下方偏差の割引期間の終わりを示すだろうと、まあ、付け加えたということですね。で、さらに別の投稿では、過去のサイクルをガイドとして価格成長のより激しい期間へのカウントダウンをね、追加しましたということですね。で、ビットコインは半減期から約125日後、ビットコインは半減期から約160日後に放物線フェーズに突入する傾向がね、あるというふうに述べて、レッグキャピタルは7月からの、既存理論をね、再確認しましたと。で、もし歴史が繰り返されるならビットコインはブレイクアウトまで約1ヶ月間ちょうど、ちょっと、つまり9月下旬だということですね。まあこういった形で、
雲であるとかね、あとは MacD を見て、ちょっと強気シグナルが出ていますよ、雲の三役工程の話でいくと出かけてますよっていうね、ところがまあ言われている。レッグキャピタルさんは6万600ドルが重要だろうというふうに言っている。まあそこも含めてね、ちょっとこうチャートで見ておきましょうということでよろしくお願いいたします。一旦その前にね、時飛ばしをいたします。一旦時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。まずはビットコインをね見ておきましょう。チャカーっとねいきます。開きが悪いですね。お願いいたしますよ。開いてくださいよ。なんかね、ほんと最近ね、調子が悪いのよ、これ。どうなっちゃってんのかなっていう感じなんでございますけれども。マジで、あ、開きました。はい。いきまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が冷やしでございますね。58,000 と、720ドル付近をね、推移しているような状況でございます。長い時間軸的な話をいたしますと、依然として上昇の流れからの下落の平行チャンネル、いわゆる、ブルーフラッグをね、作成途中というところ。で、移動平均線もね、表示しておきましょう。まずは、はい、価格がね、昨日、まあ昨日というか、もうここ何日間かね、もうほぼずっと横ばい推移をしているような状況。加担値で言うならば5万8000ドル付近を加担として、実体加担としてね、5万7000ドル中盤から、まあ5万8000ドル付近か、ここを加担値として、上端に関して言うと、到達はしていないんだけれども6万と、2000ドル付近が一応上端ラインとしてまだ意識できるような動きになっているのかなと。で、今のローソク足のね、もう直上に、短期の移動平均線、この青いラインが、いわゆる長期中期を、ね、上から下に、いわゆるブレイクする、いわゆるデッドクロスをね起こしているので、短期的にもね、上値を抑えられやすいような状況になっている。ですから昨日上がってはきたものの、うん、やっぱりこう日足の短期の移動平均線で押されて、また下落の方向に、ね、走っている。まあ、6万ドルちょっとね、取り戻してはいったんですけれども、なかなかそこで価格を安定できなかったような状況になりましたから、まあ下落をして、だいたい1300から、まあ、1500ドルぐらいの下落の方向に今昨日から見るとね走っていってるのかなっていう感じだから、この下落の売り圧をこなしていかないと。だから、一旦はやっぱりこう6万ドル以上、まあ5万9700ドルとか5万9800ドル、まあ6万ドル以上で、価格をね日足レベルで実態、確定をしていかないと、この青いね短期の移動平均線をクリアした状況になりませんから、上値がやっぱりこう軽くはならないのかなというところ。だから6万ドル以上での日足確定というのはかなりね、短期的な目線で見ていくならば重要なんだなっていうところは、一応日足レベルで、短期的なレベルでですよ、意識はしておいてください。で、あとはさっき見たね、まあさっき重要ニュースでも見ましたけれども、言ってしまうと、一目均衡表でのトレードですよ。うん。そこちょっと見ておきましょうか。ね、わかんない方もたくさんいる、たくさんというか、まあ、いるかなというふうに思いますから、一応整理しておきましょう。まずは、雲というのが、このね、緑と赤の、このうようよした、本当にそれこそ雲みたいな形。これが、雲と言われるもの。で、あとは、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、この青いぐにゅぐにゅしたラインがあるでしょ？これが、転換ライン、転換線と言われるもの。で、この赤いラインね、ちょっとその、青いラインの、ちょっと付随するように赤い、ちょっとこう、ラインがあると思うんですけど、これがまあ基準線というふうにね、まあ言われるものでしょう。で、あとはこれもまたごめんなさい見にくいんですけども、緑のラインがあるのわかります？緑のグニュグニュしたラインがあると思うんですけど、これが地高スパンというふうに言われるもので、まずは三役交点って何かっていうと、まずねこの青いラインがこの赤いねラインをまず突破していく、下から上にブレイクしていく、転換ラインが基準ラインを下から上にブレイクする、これがまず一つ目、一役ですよね、一役で。二つ目が何か、はい、この緑のねグニュグニュしたライン、はい、このチャートみたいなラインですよ。この緑のラインが、ローソク足の上に行く、ローソク足の上にローソク足を入れてしまうと突破するということです。これが2役目です。で、最後の最後、ローソク足が雲を抜けていく、雲を下から上にブレイクをしていく、これで三役後転という状況になります。で、三役後転の逆ね、まあ、三役 逆転っていうふうに言う方多いのかな、三役逆転はまたその逆だから、転換ラインがこの青いラインが赤いラインを上から下にブレイクしてしまう。で、地高スパンが、ローソク足の下に潜り込んでしまう。そして、ローソク足が雲を上から下に突き抜けてしまう。これで、悪い方向ね、三役逆転という状況になります。で、基本的には、その三役後転ね、全部ですよ。雲ね、雲を突破して三役後転をしましたよってなった時は、結構もう相場環境はいい方向に流れていってることが多いんですよ。だから、どのタイミングで仕掛けるかによって、まあ、トレーダーの方々ね、まあ、異なるということ。だから、結構早めに仕掛ける方は、これですよ。結構いいですか？かなり大事ですからね。結構早めにトレードで仕掛けていこうかなって思う方は、この転換ライン、青いラインが赤いラインを下から上にぶち抜いた時に、言ってしまうと、ロングインを入れて上昇を狙っていく。で、その後に、ほら、26日後のチャートが、いわゆるこの地高スパンっていうやつですから、ごめんなさい。今の価格を26日後に、いわゆる反映させたのが地高スパンっていうものですから、地高スパンがぐーっとね、例えば横ばい推移していけば、それがロースカッションを超えていく。そうなると、2役完成ですから、あとは雲を突破するだけですからね。
いい方向に流れていくんじゃないかっていうふうに考える方が多いっていうことでございます。OK でございましょうか。だから、初動としたら、さっきも言ったように、転換ラインが、基準ラインを超えていって、ちょっと玉を仕込んでみる。これが雲トレードってやつ。うん。ちょっと玉を仕込んでみる。ロングインでね。ロングインで仕込んでみる。で、思考スパンが、ローソク足を超えていったなと思ったら、ちょっと追い越していくみたいな感じ。で、あとは上昇ちょっとこうね、いい方向に流れていってる状況でしょうから、その段階になると。で、雲を抜けていけば、いい上昇の流れに乗っていって、利益がガーッと今広がっていってる状態だよね、みたいなのが、まあ理想系なトレードっていう形になるわけでございましょう。で、じゃあそこが、まあうまくね、例えばこう反映している場所を、じゃあ見てみましょうか、実際ね。見てみましょうか。だから、例えばこのフェーズでいきましょうよ。ちょっとごめんなさい。矢印持っていきますよ。ね、雲を抜けていけばいい。確かにそうなんですけども、雲のね、上で推移するっていうのは、まあ、言ってしまうともう結果論として、もう、強気の相場で入っている途中、もう、結構、それが進んでいる状況、強気相場がもうずっと進んでいる状況で、もう最終雲の上に乗っかっているっていうことが多いんで、その初動をつかむためにはじゃあどうすればいいかっていうところをね、今言っているわけですよ。だから例えば、このあたり見てみましょうか。このあたり、このあたりね。まあ明らかにわかるでしょ？強い流れ、強い相場の流れがね、ぐん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 来ていて、そっからちょっとね、売り圧がかかって押されちゃってるじゃないですか。例えばここだったら、4万9000ドルぐらいまでつけていったんだけれども、そっからね、ちょっとこう高値を切り下げ、安値を切り下げで、あんまりいい状況にはなってこなかったりとか、1万ドルぐらいの下落を起こしたんですよ。で、そっから、ね、上にブレイクしていって市場最高値を狙っていった目指していったというこのフェーズをちょっと見てみましょうよ。じゃあ雲トレードをやる上においてはね、これめちゃめちゃ重要ですから、うん、いいですか。まあ、いろんなトレーダーの方がいるんですよ本当に。だからその例えば移動平均線でトレードをしている人もいれば、こういった形で雲でトレードをする方もいる。だからそんないろんな指標を見ながらトレードをしている方々がいて、その思惑がいろいろこのチャートに反映されているということですからね、そこはまあ一つ雲トレードとして認識しておきましょう。だからいいですか？こういった形。はい。いい上昇の流れがね、この辺りから始まってるの分かります？ぐっとね、上昇の流れになっていった。じゃあ、雲を見ていった場合、ね、いいですか？ここですよ。2024年の1月、ね、10日あたりにトップつけて、そこから売りがかかっちゃって押されてきました。で、雲の中に突入してきましたね。雲の中に突入していくってことは、言ってしまうと方向感が今つかめない。雲を下に割れ込んでしまうとかなりまずい状況。というふうにね、まあ当然認識はできるでしょう。OK でございましょうか。で、しかもほら、ここ見たら分かる通り、青いラインが赤いラインを上から下にぶち抜いてますでしょ。だから転換ラインが基準ラインを上から、下にぶち抜いている。だからもうこの辺りからかなり黄色信号が灯ってるわけですよ。で、あとは雲の中に突入してきちゃいましたから、ここから先ね、もしこれ雲を下に割れ込んでしまっていたら、言ってしまうともうほら思考スパンもローソク足の下に潜り込んじゃってますからね、潜り込んじゃってますから、この辺りの価格だ、この辺りの価格を反映してるのかな、潜り込んじゃってますから、もし雲を下に割れ込んでしまっていたら、これはもう三役逆転という状況になりますから、さらに売り圧がかかってね、雲トレードをしている方々の売り圧がかかっちゃって落ちてきていた状況になっていた。ただそれを、言ってしまった強気派の方々が三役逆転起こさないように耐え切ったっていうのが、まあおそらくこれなんですよ。で、ここからいい状況が生まれてきたでしょ。下、いわゆるまあある意味そこか、そこを、形成していって、なんとか雲の形で耐え切って、強気派の方々が買い上げてくれて、だからおそらくショートインをしていた方々の幸福も入ったんでしょうね。ちょっとこうショートインをしていたんだけれども、ちょっとこうね、なかなか耐え切っているから、ショート閉じようかな。ショートを閉じたら逆にロングポジション買いの方向に回ってきますから、それが一つね、耐え切った、まあ、結果論として上がっていったんでしょうと。で、ここからの動きですよ。まだ雲の中をうようよしていたんで、相場がどっちの方向に動くか、まだ下割れを起こしてしまったら、三役逆転の、言ってしまうと権利はまだ、得られている状況ですから。だって、地高スパンもロウソクの下にまだちょっとギリギリ潜り込んでますからね。だけども価格をちょっとずつ上げていって、地高スパンも徐々にこう上がってきたと。だから、このあたりの価格が、いいですか？このあたりの価格の時に、この地高スパンってこのあたり、だからほら、同じぐらいの値打ちになってるでしょ？このあたりの価格が、ここで反映されてるんですよ。OK ですか？だから、地高スパンのちょっと捉え方がね、難しいなと思う方いるかもしれないけど、地高スパンっていうのは、今の価格を26日前に反映させていってるってことです。もう一回言いましょうか。だから、ここね、今現在の価格を、ほら、26日前ですから、ここで今反映させているっていう状況。だから、こういう風に反映がなされているんだよっていうことですよ。OK でございましょうか。だから、このあたりの価格になっているときは、26日前ですから、こういう風に、緑のチャートはね、ここで形成をされていると。OK ですか？で、もう一回戻りますよ。はい、行きましょう。はい。で、この状況が良くなってきた。だから、三役好転に向かうような動きが、まあ、実際出てきてるんですよね、このフェーズで。何かって言ったら、まず、いいですか？順番としたら、いいですか？転
幹線が基準ラインを超える、まずこれが1番目、基本的な1番目です。だから、青いラインね、こうもじもじしているんだけれども、この青いラインがこの赤いラインね、わかりますよね、転換ラインが基準ラインを上にブレイクしていった瞬間です。ブレイクしていった時がここ、はい、点線で入れてますよ。2月6日にちょうどブレイクポイント。だからこの段階ではまだ価格があんまり上がってきて、もじもじ我慢していたんですよ。2月6日にちょうど転換ラインが基準ラインを超えたんで、おってなる人が多いわけ。お、これ行くかみたいな、行くかみたいな。しかも雲中入ってて、雲突破しやすいでしょ、今位置的にね。だからこれ行くんちゃうかって雲トレードしてる方思うんですよ。だから結構早めに仕掛けようと思う方は、もうこの雲の加担で粘ってるし、転換ラインが基準ライン超えちゃってるから、超えた瞬間だから、ちょっと勝負かけてみようかな、ロングポジション取ろうかなっていう風にね思うわけで、これがまず早い初動ね。で、2番目に、今これほら2月6日あるでしょ、ここの価格がどこで反映されてるかわかります？2月6日の価格がちょうどここ左にぐーっとスライドしていて、26日前ですから、だってこの辺りだね、ほらこの辺りだから、緑のラインあるでしょ、今点々線ライン縦で引いてますよ。1月11日とか1月12日あたりに、今この段階での思考スパンがこう今ここで形成されているわけで、ここのチャートを見るとわかりますよね、わかりますよね、この緑の思考スパンがわかります？右上がりにほら価格がぐーっと上がってきているんで、緑の思考スパンが右上がりにぐっと上がり初動になってるんですよ。で、ちょうどローソク足を抜けそうな形になってるでしょ、抜けそうな形になってる。だからちょうどいいですか、思考スパンがローソク足を下から上にブレイクした段階では、もう価格はここに反映されてるの、ここ右にスライドしてきました、今ここ、はい、2月7日あたりに反映されてるんで、もう2月7日の段階ではいいですか、この2月7日の段階よ、この段階では転換ラインがいいですか、転換ラインが基準ラインを下から上にブレイクしてる、もう一躍完成で、思考スパンがローソク足を下から上にブレイクした瞬間、2月7日来てる、はい、だから2役目完成、あとはローソク足が雲の上に乗っかればいいという状況が出ているんで、勢いをつけてバリーッと上昇相場が始まっていた、こういう流れだからわかりますよね。だから早い人はもうここで入れてるってこと、かなり早い人は。で、おっと様子を見て、思考スパンもローソクを下から上にブレイクしているぞ、これ来るんちゃうかで、さらにローソクが伸びてるわけ、うん、買いの方向に回ってるわけ、雲トレードしてる方からだ。で、さらに雲を突破していったから、もうこの段階ね、2月9日の段階ではもう三役好転という状況が完成されてるわけ。 OK でございましょうか。だから例えばこの伸びがガーンと激しければ、ああここで入れとけばよかったねっていう風になるわけですよ。これが三役好転という仕組みになるわけ。 OK ですね。これ大事ですから、めちゃめちゃもう一回だけ言わせてください。いいですか。まず一つ目ね、転換ラインが基準ラインを超える、はい、青いラインが赤いラインを超える、はい、OK ですか。これが1役目で、2番目が思考スパン。思考スパンっていうのは価格の上にはないですからね、26日前に表記されてますから、思考スパンがローソク足を下から上にブレイクする、これが2役目完成。こっからわらわらわらってくるわけよ、わらわらってくるわけよ。で、最後の最後、雲抜けるんちゃうのこれみたいな、三役好転するんちゃうのみたいなね。だからもう三役好転した時はもう始まっちゃってるっていうことなんですよ。 OK ですか。だからそれを考えながら、じゃあどこで玉ぶち込むのって話なの。だから この前のフェーズね、今年のいいですか、めっちゃ大事ですかね、今年の1月から2月にかけてのこの三役好転をした後は、もうご存知の通り史上最高値への大きなジャンプアップの場所になった、もう物の見事に綺麗にハマっていったっていうところがねあるわけよ。 OK でございましょうか。面白いでしょ、ちゃんとって面白いですよね。だからそれを見ながらいろんな戦略をね、みんなこう立てていくわけで、じゃあ今実際どうなのって話なんですよ。だからまあね、さっきも言ったように、もじもじフェーズの時っていうのは、もじ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 ってしてるフェーズの時っていうのはね、だからその、いわゆる転換ライン、青いラインが赤いラインと、やっぱりほら、何回も交差するじゃないですか。で、あとは、思考ライン、思考スパンね、思考スパンっていうのは何遍も言いますけど、ここがなかなかイメージ湧く人が多い、少ないのかな。今の価格の、を26日前に反映させている。だから今の価格が26日前に表記をされている。だから、ここの思考スパンもね、うよ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 動いて、よくわけがわからんみたいな状況になるんですよ。だから、雲トレードをする上においては、横ばい推移の時っていうのはね、なかなかこう参考には、まあ、なりづらいような状況だから、そこに対してこう例えば MACD であるとか RSI とか、まあ、ああいったものを組み入れていろいろみんなね、まあ、考察をしていくわけでございますけども、じゃあ今の段階でどうなのかっていう話です。だからこれを見た時にちょっと面白いかもですよ。何が面白いのかって言ったら、今ね、まあ冷やしレベルでございますけども、下落の平行チャンネルをずーっと推移しているような状況で、ちょっと一旦ね、力強さが出てきて上に上がってはいくんだけれども、なかなかね、下落の平行、だからそういったトレードもしている方多いですからね、下落の平行チャンネルの上端で抑えられて、だからこういい方向には流れていったんだけども、またこう下落しているみたいな感じが、まあ、出ているわけですよ。で、今の状況を見るといいですか、いいですか、まあ、横ばい推移しているんだけれどもね、一応見ておきましょう。はい、今の状況を見るとこうね、青い転換線が
赤い基準線にこう寄り添うような形になってるね。だからこれ突破をするするまあ、いわゆるチャンスが今出てきてると、わかりますよね。はい、青いラインが赤いラインの直下にいるんで、これが青いラインの上にブレイクしていけば、いわゆる一役目がまあ若干完成するかもなという感じ、若干完成するかもなと、完成したぞみたいな。でその時に見ないといけないのが遅行スパンです。はい、これ大事よ、遅行スパンね。その時に見ないといけないのが遅行スパンの1なのよ、1。はい、1だから、例えばこれ3日4日ぐらい今の場所でね、もじもじ、例えば6万ドルを超えたとかね、じゃあ6万1000ドルぐらいまで上がってきたみたいな感じになると、わかりますよね。6万1000ドル、6万2000ドルぐらいまで来たぞみたいな、これまで来たぞって、ここですよ、この辺りまで来たぞってなったら、どうなるかって言ったら、いいですか、矢印の先端部分よ、どうなるかって言ったら、転換ラインが基準ラインをおそらく超えていくと思うんですよね。転換ラインが基準ラインを超えていってるような状況、6万1000とか6万2000ドルつけると。でこの辺りでの価格、だから8月25日ぐらいの価格、8月26日ぐらいの価格が、このだから26日前、8月1日ラインこの辺り、はい、ここ。この辺りで、緑のラインがこの辺りに今推移しているような状況になってるはず。わかりますよね？ 6万1000ドルから6万2000ドルぐらい。だから、緑のラインがこの辺りにいる、ね、状況。で、転換ラインが基準ラインをもうすでに超えているような状況を、何べんも言います？超えているような状況で、8月26日あたりね。で、緑の遅行スパンがこの辺りにいる。ってことは、抜けそうでしょ？ここで勝負できるかどうかってことで、あとは、雲がこの場所にいるわけよ。ローソク足がうよよよって言ってこの辺りにいる。だからあとは雲を抜け切りさえすれば、一役目完成、二役目も完成しそう。もう遅行スパンがローソクを下から上にブレイクしそう。で、あとは残すだけは雲だけだから、8月の後半あたりもしかしたら何か動くかもね。本当にちょっと思う。で、ここね、雲の切れ目があるんで、8月のそれこそ30日あたりに6万2000ドルあたりをうようよってしていたら、自然と横ばい推移で三役好転が、まあ、言ってしまうと完成されるような状況になるんじゃないかなというふうに思いますから、8月30日ちょっとね、注目しておいてもいいかもよ。で、これもしそのね、三役好転トレードを結構している方が多いんであれば、買いが入ってきてね、で雲もほら、雲上に乗っかっちゃってるし、さっきも言ったようにね、転換ラインが基準ライン下から上にブレイクしてるような状況、6万1000から6万2000ドルで頑張って推移していけば、抜けている状況、遅行スパンもロースカシ多分普通に超えてるでしょ。だって価格、この辺りの価格がここに反映されてるはずですから、6万2000ドルを超えているような状況で2役目完成で、雲の上にねもう乗っかっているっていう状況ですから、自然と3役好転が完成されていくっていうようなね状況になりますから、本当に8月の後半から9月の頭ぐらいっていうのは、もしかしたら何かしらのね動きが出てくるかもしれないんで、横ばい推移フェーズもちょっとね終わりが、見えてくるかもしれないよっていうのはね、認識しておいてください。よろしくお願いします。だけれどもその後なのよね、三役好転がじゃあ完成したってなったとしても、やっぱりこの下落の平行チャンネルをかなり意識している方がいるから、例えば上伸びていったとしても、じゃあ例えば先物関係で勝負しようとね、8月30日あたりで6万1000から6万2000ドルでずっと推移している、自然と三役好転できてんじゃねえかみたいな、で上も軽くなっているから上値を狙いやすい状況になっているぞと。だけれども下落の平行チャンネルの上端値ではね、しっかりと利益確定していくっていうのはやっぱこれ鉄則ですから、もしかしたらわかりませんよ、もしかしたらそれこそ9月の初旬からね、いい方向性に流れていって、その三役好転の力を借りてぐんぐんね、雲も強気雲が多分できると思いますから、ぐんぐん上昇の目にね乗っていく可能性もある。だからこのね、今年の2月あたり、1月2月あたりの状況っていうのがもう一回ぐーっとね生まれてくる可能性もありますから、だけれどもそれは神のみぞ知る、ここで傾向にあってまた押し戻されるっていう可能性もありますから、だからとにかくそういった三役好転が、生まれてきそうだなというところでトレードをする方においてもね、大きな流れの中でのこの下落の平行チャンネルの上端値での、利益確定っていうのはやっぱり重要だよっていうところはね、意識しておいてください。利益確定、全利確じゃなくてもいい、全利確しなくてこの状況が生まれる可能性もありますからね、そこをちょっとこう目指してね、残りの魚竿持っていくみたいな感じでやっていってもいいかなというふうに思いますからね。そこはやっぱりトレードをしていく上においての個人の各々の考え方がやっぱりあると思いますからね、そこを一応参考にしておいてください。よろしくお願いいたします。だからその中に、雲トレードしている中に、何遍も言いますけれども、平行チャンネルトレードしている人もいれば、あちらね、移動平均線で、移動平均線の上に乗ったとか、移動平均線で押されていると、移動平均線でのトレードをしている方もいればというところになっておりますから。だから、今のこの価格の状況、このもじもじの状況を見るならば、何を意識してトレードをしている方が多いかは逆にわかりますでしょ？短期の移動平均線、つまり移動平均でトレードをしている方々が結構メインとしては多いのかなという印象がね、やっぱりありますから、そういったところをご自身のね、トレードに反映させて、
今何が意識されているんだろうというところをやっぱ見ていかないといけないかなというふうに思いますのでね。だから、でもトレードの楽しさって多分それだと思うんですよ。移動平均があんまり機能していないよとかね。うん。あ、雲、これ雲いい方向に流れていくかもなとか、そういったところを見ながら戦略をいろいろ立てていくっていうのが大事かなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。OK でございましょうか。ちょっとね、今日はビットコインだけにしておきましょうか。まあ、雲トレード、うん、三役好転の条件が8月の後半あたりに生まれてくるかもしれないよっていうのはね、認識しておいてください。よろしくお願いいたします。8月30から9月の前半あたりに、もし買い方が入ってくれば、いい方向に流れて三役好転という話がね、出てくる可能性がありますからね。そこは認識しておきましょう。はい、それではね、本日の配信は以上となります。ビットコインだけでございましたけれどもね、よろしくお願いいたします。またまたね、皆様、次の配信でお会いしましょう。では